今キャンベラにいます。いよいよ今日全ての日程が終わって、これから東京に帰ります。 COC の会議終わってですね、キャンベラに来てですね、やっぱりオーストラリアの政府の機関、そしてシンクタンクなどですね、数えてみたら30人を超す人と今まで議論しました。東アジア その安全保障上の問題とか、私たち NPO がやってることをですね、かなり説明しながら意見交換したわけですね。でその中で皆さんがですね、ぜひ私に戦争記念館に行くべきだということで、時間を割いて今戦争記念館に来まして、で中をこう、早歩きで本当はもっとゆっくり見なきゃいけないんですが、見てみました。日本人の多くの方もそうかもしれませんが、日本軍がやっぱりこのオーストラリアで戦っているという現実、そしてオーストラリアの捕虜がですね、いろんな形で殺されたり、そういうことがまさに現実としてこの記念館にはきちっと説明されているわけですね。やっぱ戦争っていうのは何だったのかっていうことを、こっちのその南の国というところからですね、改めて歴史っていうものをきちっと考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思いました。しかも今言ったらやっぱり式典が毎日のように行われているんですね。つまりこういうふうな施設っていうのが、やはり戦争っていうことをの現実ということを風化させずにですね、今後戦争を起こさないということにとって非常に重要な施設なんだなということも感じました。で私は議論の中ではですね、やはり民間というものが政府外交が機能しない状況の中で何ができるんだろうと、マルチラテラルのさまざまな対話ということがどう可能なのかと、オーストラリアの人たちもさまざまに自分たちがどういう形で参加できるのかと口々に言ったわけですね。それに中国とか日本の研究者も大勢いてですね、かなりその問題意識も非常に強いわけですね。でそれに関してはその今後オーストラリアともですね、非常に友好関係ありますんでね、いろんな対話が可能だし、特に今年はこの首相が日本に4月に来られますし、オーストラリアの首相ですね。で安倍さんもオーストラリアに行くという結果があるそうですから、やはり今年やっぱりオーストラリアと日本との関係というのはそれなりに大きな問題だとになるんだなと思っています。ただ皆さんお会いして口々に言われたのがですね、去年の安倍さんの靖国参拝の問題、それについて皆さんが言うんですね。個人の思いは別にしてですね、なぜその東アジアということが非常に危険な状況なのに、そのことを解決するということに関して水を差すようなですね、動きを総理が取るのかと、でどうしたら安倍さんのそういう行動というのを変えることができるのかと、要は私たちはいろんなところでそういう質問攻めなんですね。私たちは日本においてやはりその中国との関係やその韓国含めて東アジアの平和的な環境ということを強く願っておるし、そのための対応をやろうと思っているんですが、一方でこういう遠く離れたところでも、オーストラリアの人だけじゃなくて世界から集まったシンクタンクの人も食事の際にもそういう話ばっかりなわけですね。やっぱり日本というものが一つその東アジアっていう状況の中で十分にその平和的な貢献、まさに積極的な平和外交ということを安倍さんおっしゃっているんですが、そういう担い手としてやっぱり信頼を受けているところがですね、やっぱりまだまだその疑問を感じさせていると。これに関してはですね、やはりいろんな人たちいろんな形で説明をすることが必要だし、やはり日本の行動が東アジアの平和というものに関してより積極的に行動しているということを行動を持ってね示さなきゃいけないんだなということを痛感しました。で私たちの民間対話というのはまさにそうした政府外交なり政府間外交の環境づくりのためにやっぱり今年非常に大きな役割を果たさなきゃいけないなということを実感した次第です。私たちの旅はですね、これで半分終わりまして、今日これから飛行機で成田に向かいます。成田に向かってから今度はそのまま北京に行きます。中国との間で私たちは今年の対話づくりをどのように進めていけばいいかということの協議に入ります。そして3月にはもう皆さんにもご案内してますけど、5カ国の人たちを呼んで、やっぱり民間というものがアジアの中に何ができるかということの対応をやり、そして日韓という問題の対応を行い、そして夏には中国との対話を断行します。いよいよ私たちの民間外交ということも非常に大きな局面に来たなということを実感しました。オーストラリアから工藤が報告しました。